ガシャギャー化け物。自分も妖怪だけどな。おかしな学校。今回はまた人体模型とかその辺の感じかな。どうしたどうした、なんかなくした教科書？ないないない。アイナちゃんどうしたんです？何をそんなに慌てているにゃん？ないの。夏休みの宿題のドリルが学校に置き忘れてきちゃった。は？では1学期の終業式からずっと今まで宿題を教室に置き忘れていたと。どれぐらい経ったんだ今。驚きましたね。何今頃そんなこと言ってるんですか。これはあれなんか。てかさ、主人公女の子と男の子でさ、ちょっと性格ぐらい変えてほしいよね。まあ話の流れは同じにせんといかんのかもしれんけどさ。ケータがしそうな感じのミスやん。ふみちゃん絶対そんなことせんって。とにかく急いで学校に取りに行かないと。せっかくこの女の子の主人公、男の子の主人公から選べて、出発する家まで、まあ、家族まで違うのにさ、もったいないよね。若干のストーリー変化ぐらい欲しいな。難しいか。ねえアイナ、今日の晩ご飯何食べたい？毎回同じだな。まあでもあれか、実際のお母さんとかも毎日そんな感じかな。どこに行くって？宿題、あ、そっか、宿題を取りに学校へ向かいます。アイナちゃんの学校、今日はまた随分と静かですね。それはまあ、今は夏休み中だから。もっとそうでした。しかしお家と比べると広いですね。家と比べるな、広すぎるやろ。アイナちゃんの教室は3階でしたよね。いいえ、2階の5年に組よ。もしかして忘れちゃったの？いや、やだな、羊ジョークですよ。さあ早く2階行きましょう。あ、ちょっと待って、教室に行く前に職員室に行かなきゃ。職員室？どうしてですか？教室の鍵じゃない？教室の鍵を取りに行くのよ。夏休み中はどの教室も閉まっているから。なるほど、そこで先生に事情を話して鍵を借りるんですね。うん。職員室か、そういうとこリアルなんよね。開け放しとけよ。こういうゲームの中ぐらい。え、職員室入れて。失礼します。夏担任。おや、どうしたんだ？実は教室に忘れ物を。それはいけないな。ほら、鍵を渡しておくから、すぐに用事を済ませてくるんだぞ。校内の鍵を手に入れた。いや、束を渡すな。一個だけ、教室の鍵だけくれよ。ありがとうございます。これで教室に行きますね。早速行ってみましょう。絶対他になんか鍵が必要で困る人が出てくるな、これは。2階の5年2組って言ったっけ。桜第一小学校ってことは第二小学校とかもあるんかな。あ、一番前の席なんやね、端っこの。確か机の中にあるはずなんだけど。ない？あ、あった。てかそんなにゴソゴソせんと見つからんってどういうこと？それだけがあるわけじゃなくて、めちゃくちゃいっぱい置いて帰っとる？宿題ドリルを手に入れた。なんか机の上にめっちゃ置いとる子たちもおるけど、どういうこと？夏休み中ですよね、今。はあ、見つかってよかった。先生の机綺麗だな。そんな綺麗な担任の机見たことないけど。教室の。妖怪レーダーが。だいたいなんかプリントとかさ、なんか教科書的なものが積み重なってない？アイナちゃん、妖怪ウォッチで隠れている妖怪を。ええ、任せて。この教室内にいるの？おっ。おい、来た、バク。バクー。妖怪が落ちてきた。変わった登場だにゃん。しかしちょっと様子がおかしいですね。は、腹が。誰か食べ物を。それは夢がいいのか。
それとも普通に食べ物？ねえあなた、どうしたの？腹が減ったと言ってるだろうが。む、人間くらえ、眠気無理。あゆなちゃん、危にゃい。いや、ウィスパーウィスパーを盾にじゃあそのまんま言った、私今先に言った。腹ほろひれはれ。大丈夫か？あ、寝た。寝てる。あの煙に当たったせい？ち、今度は外さん。力ずくで眠らせてやる。人間の夢じゃないといかんってことかな、食べるのは。味があるとかか。よし、いくぜ。ジバニャンでいけるか。たまれたまれ。百裂肉球、いい感じいい感じで、ちょっとグレルリンも、あ、合わせろ。はい、合わせろ。へえ、合ってくれよ。はい、今の合ってたでしょうよ。ジバニャンがいつの間にかやられている。なんだ、ジバニャン守り弱すぎじゃね。どういうことだよ。だってレベル周りとそんな変わらんやろ、多分。知らんけどさ。ん、やっつけたんかと思ってやん。汗かきはどんな感じ？攻撃技かな。それも把握してないんだけど。いけ、ギトギトウォール。うわー、嫌だー。あ、狙われやすくなる。あ、でもあとはな、あ、何、お祓いして、お祓いする、する、回せ回せ。グレルリン、いつの間に。ちょっとお祓いしてる途中なんですけど今しかも汗かきもやられとるし、まあ汗かきはでもレベルが足りんねやろうなとは思うけど。あれ、そんなことないな、別に他の民族なとそこまで大差ないな。お、なんか夕方になった。もう限界。大丈夫？でもどうして急に襲ってきたりなんかしたにゃん。限界って言ってるんだから喋らせないであげてよ。すまない、どうかしていたよ。あまりにも空腹だったもので。お腹空いてるの？あれ、あなたって確か。わしはバク、人を寝かせてその夢を食べる妖怪だ。朝起きて夢を覚えてない時があるだろう。それはわしが夢を食べているからさ。ねえバク、夢を食べたいんだったらあれじゃダメかな。あれ、そうそうそう、人間じゃないといかんの。ぐー、物知りすぎるのも困りものですね。めっちゃ夢見てる。あ、ちょっと変わった寝相だけど。なんか床にめり込んどるけど。いただこう。贅沢は言えないしな。やっぱ味が違うんやね。バク、くだらん夢やったらあんまり美味しくないとかかな。なるほど、それでバクは私の夢を。あ、ごちそうになった。でもどうしてバクは学校にいたの？わしの見当違いだったんだ。ここだったら子供のフレッシュな夢がたらふく食べられると思ってきたんだが。いやいや、保育園とかならお昼寝の時間あるけんわかるけど、小学校って夏休みじゃなかったとして寝よる子おらんやろ。そっか、今は夏休み中だから誰の夢も食べられなかったのね。え、もしかしてあれ、授業中にがっつり夢見よる子とかおる？おらんやろ。ちょっとガクガクなるぐらいで。あ、でもお前たちのおかげで本当に助かった。ありがとう。これは今回のお詫びだ。ぜひ受け取ってほしい。なになに、あ、メダル、イエーイ、バクと友達になった。ありがとう。歯が多いな、とても不気味だよ。お、妖怪大辞典の封印が一つ解かれた。にゃにゃ、妖怪メダルだにゃ。おお、また妖怪のお友達が。あゆなちゃん、やりましたね。わしの助けが必要な時はいつでも呼んでくれ。
ありがとう、バク。アイナちゃん、日も暮れましたし、我々もそろそろ家に帰りましょうか。あ、もうこんな時間なんだ。早く帰らないと。あ、また会おう。妖怪メダルを入れ替えよう。バトルに出せる妖怪は、妖怪メダルをセットしている6匹までです。集めた妖怪メダルを入れ替えたいときは、ヨロズマウトなどにいるキュッピーか、自分の部屋に置いている妖怪大辞典を調べて、妖怪メダルの入れ替えをしましょう。そっか、いつでもどこでもできるわけじゃないんよね。マイセットを使えば、簡単にお気に入りのメンバーをセットできますよ。まあそっか、ポケモンとかでもね、まさきのパソコンとかから、引き出したり、預けたりしよったもんね。そういうことか。職員室に鍵返しに行かんで大丈夫な感じ？もうそこまでリアルではない？アイナじゃないか。夏休みだったのにどうしたんだ？宿題の相談だったらいつでも受けるから、先生に力が必要だったら言ってくれ。先生たちはあれなんよね。まあその授業とかがない分はまだマシなんかもしれんけど、夏休み中でも学校に行かんといかんのよね。めんどくさいね。いやー、まさかあんな形で友達契約ができるだなんて思いもしませんでした。なに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 ？え、なんかでかい。あ、え？なんやっけ？ガシャドクロ？おや、どうしたのでしょう。急に薄暗くなりましたね。にゃにゃ？キャー？おや、お二人ともどうしました？あたかも無鉄砲を食らったような顔して。後ろ、ウィスパー後ろ。は？後ろ？ういー、ガシャー。キャー、化け物ー。自分も妖怪だけどな。とにかく逃げるにゃー。怖っ。もう二度と学校に近づきたくないな。あんなの。はあ、はあ、学校の屋上にいたあれ、何だったんだろう。とんでもない大きさでしたね。あんなのがずっと学校にいたら困るよ。あいな、帰ってきてるの？まあ、でもさ、妖怪がそもそも、元から見えん周りの子たちにとっては何も起きてないわけやん。なんか、ねえ、いいね、平和で。ご飯できたから、早く手を洗ってきなさい。あら、もうそんな時間なんだ。まあ、もう結構、夕暮れ時って感じ。では、また後で話しましょうか。夜ご飯を食べよう。お父さんは帰ってきてないの、まだ。夜ご飯にしましょう。席について待っててね。はーい。え？何？美味しいご飯を食べよう。こんなんあったっけ？タイミングよくボタンをタッチして美味しくご飯をいただきましょう。YBA、そのままの並びね。光の輪がお皿に重なるタイミングに合わせてボタンをタッチしましょう。あー、リズムゲーム。上手に食べるとご褒美をもらえるかもしれませんよ。いただきまーす。いただきまーす。はい。いい匂いにゃん。あの色が変わった瞬間に押せばいい感じかな。 OK がいいんだろうか、それともなんかもっといい表現があるんだろうか。わかりづらいな。なんかどこに合えばいいんだ。へえ、なんか急にいっぱい来た。やめてよ、そういう二重で来る感じ。あれよね、一個リズム崩したらなんかすごい、すごいミスる。早く押したらあれなんやね。もうその後押せんくなるんや。ごちそうさまでした。お、6回もミスっている。ボーナス獲得。サポートライフ7月号を手に入れた。あざす。なんか、サポートライフ7月号、誰か妖怪との戦いでゲットしたな。学校で目撃したあれがもし妖怪の仕業だとしたら、こちらも戦力アップが必要ですね。戦力アップ？ウィス、今よりもずっと強い妖怪とお友達になるのです。
しかし妖怪は強ければ強いほど身を隠すのがうまいもの。彼らを見つけるためには妖怪ウォッチの性能をもっと上げなくてはいけません。これはウォッチを強化するいいチャンスかもしれませんね。ウォッチの強化か。どうしたらいいのかな。時計のことなら何でもお任せ。時計とメガネの調子どう。時計のことなら時計屋です。時計の調子どう行ってみましょう。まあしかし今日はもう遅いですから、明日に備えてゆっくり休みましょう。うん、そうね。おやすみなさい、ウィスパー。ジバニャンにもお休みを言ってあげて。スー。お、バクは。う、うまそうな夢。匂いを嗅ぎつけてきたか、夢の。だんだん坂にある時計の調子堂へ行こう。バクってさ、なんか化けれるんじゃなかったっけ。あれ違ったかな、他の妖怪か。ここ小玉家って言うんやね。ってことは小玉文って言うんかな。どこや、あっちか。調子堂へ向かいましょう。だんだん坂、こっちはこっちでなんかすごいゆったりした感じの田舎って感じでいいよね。歩いて行ける範囲でさ、これだけなんか都会と田舎がギュッてなっとったらめちゃくちゃ楽しいよね。でも愛媛もそんな感じな気がする。そろそろガソリン入れとかないとな。ガソリンの代わりにスタミナもじゃダメかな。スタミナム、スタミナムは妖怪に使うやつだよね。人間にも効果あるんか。栄養ドリンク的な。俺夏休みの宿題まだ1ページもやってねえんだよ。まあ俺の後半のブーストを考えればまだまだ全然余裕だけどな。自慢げに言うことではないんだよ。オス、こんなところで何してるかって。そりゃゴミ捨ててんのよ、見りゃわかるっしょ。チャラいな。喋り方がとっても地味なんだ、びっくりした。ご用土さん、お久しぶり。うむ、君が持っているのは妖怪ウォッチ？では君も妖怪が見えるのかね。そうですけど。そうか、では迷うことはない。今日から君を妖怪捜査官に任命する。妖怪捜査官？妖怪不祥事案件により指名手配されて妖怪たちを逮捕する。それが我々妖怪捜査官の使命なのである。いきなり言われてもなんだかめんどくさそうだし。妖怪を逮捕するとご褒美があるぞ。ぜひやらせていただきましょう。勝手に決めないでよ。なーに、それほど難しい仕事ではない。街中で逃げる妖怪を見たら捕まえて力ずくで逮捕するだけだ。このアプリを使ってみろ。お、指名手配妖怪アプリを手に入れた。目線が。そのアプリがあれば街にはびこる凶悪な指名手配妖怪でもいつでもどこでもチェックすることができるぞ。言っときたりとも憎き指名手配妖怪のことを頭から話すな。なんか大変そう。捜査に行き詰まったら近くの広場にある交番に来るといい。俺が手作りした立派な交番だぞ。ガッハッハ。手作り交番なんか聞いたことないんよ。それでは俺はパトロールに戻らせてもらう。この町の安全はこの俺の両腕にかかっているのでな。指名手配妖怪のヘルプが追加されました。お、いなくなった。広場に行って寄ったよね、交番。かっこ手作り。あら、ただいま外出中。なになに？ただいま外出中。どうやら店主は留守にしているようですね。あの子ずっと自転車の練習しよんかな。え、それじゃあお家の強化はできないの？まあいなかったらしょうがないよね。お、あら、もしかして調子堂のお客さん？そうですそうです。でも閉まっているみたいで。調子堂のおじいちゃんならさっきさすらいそうで大家さんと話していたよ。お、さすらいそう？ではひとまずそのさすらいそうに行ってみましょう。うん、おばさん、ありがとうございました。
ありがとう。ほらこの子ずっと練習しよる。クマお兄ちゃんってすっごく優しいんだよ。お、女の子かと思った男の子なんや。だってね、いつも僕にお菓子とかくれるんだもん。優しいね。あっちのアパートに向かうのか。あ、ご用事さん、ここや広場。なるほど。よく来たな、アイナ捜査官。今は指名手配要官に情報は来ておらんぞ。平和で何よりじゃ。それは良かったです。そう、じゃあ、さすらい荘に行って、え、なんだ、どっか入った。とりあえずさすらい荘に行って、その前で閉めようか。取り替えて、なんかロックかかっとるね、あそこ。あ、来た来た。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さすらい荘ってさ、なんか通信みたいなのでも使いようとこよね。まあもう 3DS の通信機能は使えないんだけども。